皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、バンダイさんから発売されておりますプチリッツフェイトグランドオーダーアーチャーギルガメッシュになります。プチリッツというまあこのブランドというかまあカテゴリー自体がフェイトグランドオーダー専用ではないとは思うんですけれども、現状はフェイトグランドオーダーソシャゲですね、あちらに登場したキャラクターのキットばかり出てますが、今回はそのいよいよ第7弾にして初の男性キャラクターギルガメッシュが発売になったので、早速購入してまいりました。っていうか一種たるまだですかね、それをちょっと待ってるんですけれども、次に予定されているのがアルトリアペンドラゴンですね。で、今回のギルガメッシュ正面がこんな感じで、いやかっこいいですよね、この金色の鎧がたまらんもんがあります。で、手前がこちら、プラモデルで簡単召喚プチッとサイズのサーバント、接着剤不要で塗装も不要というふうに書かれております。で、こちら今回の内容、作中の設定を再現した武器パーツが付属、そして宝具演出をイメージした台座も付属ということですね。デフォルメでもこだわりの造形、まあ初の男性キャラクターということでしたけども、まあギルガメッシュ、まあそうだろうなっていう気がしますよね。で、こちらに行っていろんなポーズもバシッと決まっております。で、側面がこんな感じで、反対側に無塗装完成品の写真が載っております。まあ、これが無塗装状態で、改めてこちらが塗装済みの完成品の状態なんですけども、前もってしげしげ見比べてみたんですけども、パッと見た感じ、あ、ここ違うなって思うのは、腕のところと、あとこのすねのパーツですかね、ここにカラーリングがないっていうのと、あと塗装済み完成品の方はこういった鎧のこの段差のところとかに結構くっきりするような墨色をしてたのかなっていうぐらいの違いかなっていう気がするんですよね。まあ私の場合塗装技術がロックスっぽないので、まあせめて今回のキットも墨入れぐらいはしようかなというふうに思っております。では中身の方もご紹介してまいりたいと思いますが、プチリッツって毎回中身シンプルなんですよね、内容物としましては。で、中身ですけども、こちら一袋に全てまとまっております。まずこちらシール、この青地の方は下が透明になってて、鎧とかにつけるものですかね、この青いので。で、ここに武器の赤いやつと、あと目のシールがあります。あとこちら側がこの鎧ですね。まあ、こういった段差のところ、多分ちょこちょこ墨入れするだけでも、だいぶいい出来上がりなんじゃないかなと思っております。で、反対側がこちら。顔とか頭部、あと台座がありますね。全体的にこれで全て完結しているので、パーツの装量としては非常にシンプルというか、作りやすいんじゃないでしょうか。で、最後こちらが紙類、取扱説明書ですね。プチリッツは毎回縦に長いタイプです。まずパーツリスト。これが例の下地が透明になっているやつですね。で、あとは、パーツリスト、ランナーは2種類。で、ここから、基本的な説明という、まあ、注意書きがありまして、まずは、顔から、作っていきます。目のところ、シール貼ったり。眉毛とかは、パーツの成形色で色分けされてるっぽいですよね。で、こっちに行きまして、胴体を作って、で、両腕。で、まあ、ここに、まあ、カラーガイドとかありますけども、作成はこのまま続き、裏面ですね。裏面に参りまして、右足と左足。腰の部分をつけて全体を連結して、ギルガメッシュの完成。で、これで専用の武器ですね。武器結構これシール多いですよね。まあ武器に関しては多分シールだけでも十分いけるんじゃないかなと思っております。そして、台座に立たせましょうと書かれております。で、注意書きとかあります。まあ改めましてになりますけど、こちらにカラーガイドとか、プチッとプラス、口元をプチッとリリスク。これ何色ですかね？茶色か何かですよね、多分。まあ、茶色の墨入れペンを持ってるんで、まあ、もしやれるようであれば、口元もちょっとリリスクしようかなと思っております。では、早速作成して、完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは付属品としまして、こちらの方左手ですね、これが宝具演出をイメージした専用の台座。まあ、これまでのものに比べると個人的になんかちょっと地味めかなっていう気はするんですけども、まあ宝具演出ってことですよね。まあ、今回ギルガメッシュ本体が結構存在感があるので、むしろ控えめなこういった台座の方がかえってギルガメッシュ入るかなっていう気もします。ここの軸の部分に右足を刺して固定して立たすというものになります。で、次こちらが専用の武器になります。結構これシール多かったんですよね。この持ち手の部分のこの青い部分、すべてシールです。ここの一周ぐるっと、こうなんか文字が書かれてるところ、これもシールですし、この辺青いところ全部シールです。で、先端の部分につきましても赤と黒のところ、ここも一周ぐるっと巻き込む感じでシールになっております。まあ、ほぼこれはシールが多いので、まあ、特に墨入れだとか部分塗装とかしなくても、まあ、これはこれでいいのかなという気がします。ただこの持ち手の部分が結構、いやそこじゃないだろうって個人的に思うところにゲートが繋がってたりするので、まあ結局このゲートだと残っちゃいましたけども、もし徹底的にやりたいっていう方であれば、まあここの持ち手のところ全部塗装してからシール貼った方がいいかななんて思いました。で、こちらがアーチャーギルガメッシュ本体になります。凛々しいですよね。今回のプジリッツフェイトグランドオーダーの中の初の男性キャラですけども、かなりかっこいいんじゃないでしょうか。一周ぐるっとこんな感じで。で、今回この塗装とか墨入れにつきましては、一応冒頭お話ししたみたいに墨入れはこういったあの鎧の段差のところとかにちょこちょこ入れさせていただいたっていうのと、あと一箇所だけ、この腰の辺にこれ垂らし下がってこのベルトの部分ですね、繋がってこの真ん中のこの三角形のところ、ここだけちょっと金色でちょんと塗らせていただきました。まあ、あとはこの口のところですね、茶色の方で墨入れをしました。まあそのせいで凛々しくなったかどうかあれなんですけども、表情がくっきりしたんで個人的には良かったかなと思っております。あとは成形色プラス付属されていたシール、鎧の段差のとことかにあった、まあ、私の手による下手くそな墨入れのみとなっております。で、上の方から可動も含んでご紹介してまいりますが、まずは頭部。目はシールで、で、眉毛のところはパーツによる色分けになっております。まあ、今回結構この眉毛のパーツが顔からこう飛び出しているので、まあ、これはいいのか悪いのか微妙なところですね。多少削って、よりこの顔にピタッとした感じの方がいいのかもしれないって気もしますけども、まあ、これはこれでカラーリング分けられてるのいいですよね。で、ちなみにこの両耳についてるイヤリング、これはシールです。この金の部分ですね。後頭部のこのトゲトゲの髪型とかもきっちり再現されております。頭部につきましてはこの首のところはボールジョイントですね。前後とかに角度も変わりますし、ぐるぐる回すこともできますし、傾けることもできます。まあ、イヤリングがあるので、そんなに大きくは傾けられないですけども、まあ、あんまりギルガメッシュ、こう可愛らしい角度で首かしげるってキャラではないので、これはこれでいいのかなっていう気もします。続きまして肩。肩の可動結構良好です。接続はボールジョイントで、この肩の上のこの甲冑の部分ですね、のところに軸があって、ここで可動するようになっております。前後にも大きく動きますし、水平方向についてはイヤリングにぶつからないようにちょっとうまいことボールジョイント下げつつ横にやると、こんな風に水平以上まで横方向上げることができます。まあさすがにここまで開けてしまうとこの甲冑の形が変な風になるので、まあ、普段やるときにはこのぐらいで十分かなという気がします。そして腕。腕はちょうどこの紺色と黄色のパーツのつなぎ目、ここにロールがあってぐるぐる回ります。肘については、まあ、関節は1個ですけども、90度ちょいってとこですかね。クラムで曲がります。手首につきましては軸接続。角度は変わりませんが、ぐるぐる回すことはできます。手の形状はそれぞれ、左手が開き手、右手が武器持ち手という風で、でも交換のハンドパーツはございません。そして胴体。胴体につきましては可動は一切ありません。カラーリングについては銀色の上にこの青いシール、この首のその細いところもそうですし、この胸部のこの青いライン。で、ここの下の逆三角形のところとこの真ん中の模様のところがシールですね。あとこの垂れ下がっているこのベルト状の先端部分の金色、これもシールです。ここの三角形の金色は先ほども申し上げましたが、私の手による下手くそな金色の塗装でございます。まあ、鎧のこの段差のところはちょこちょこと墨入れだけしたんですけども、まあ、それをしたせいで結構この重厚感が増したというか、のぺっとした感じがなく立体的になったんで良かったかなと思っております。で、先ほどお話し忘れましたが、本来腕の、ここ墨入れでごまかしたんですけども、ここのライン本来青なんですよね。こういったところと同じ。ただそれも墨入れによってなんとかなってるんですよね。そして最後、脚部。脚部は付け根の、ちょっとこの状態だと見えづらいんですけども、股関節の付け根のところと足首のみが可動となっております。まあそうは言いましても、足回りのこのスカートっぽいものだったり、この甲冑の部分、一切動かないので、この範囲での可動になります。付け根についても、まあ内側にあってこのぐらい、外にあってもほんとこのぐらいですね。前後の可動も本当に少ないです。ただ足首についてはボールジョイント接続ですので、
後ろとか前に角度も多少変わりますし、左右に角度も変えることもできます。ホーグエンスの台座以上に足を開いても足首が稼働しますので、ぴったり設置してバシッと立たすことができます。まあ、プチリッツの場合、足を動かしてどうこうっていうキットではないので、まあ、足については多少角度が変えれたりとか、台座がなくっても自立できる。まあ、その点だけでも十分かなという気がします。まあ、あとは足元につきましても、本来この下のすねのあたりですね、スミレでごまかしましたが、本来ここが濃い青色のところなんですよね。ただまあ、これもスミレでなんとなくその暗っぽい色になったので、個人的には結構ごまかせたかなーなんて思っております。まあ、改めまして、後ろから見ますとこんな感じで、後ろにつきましてはこの背中の上の文字っぽいところとこの下のところ、あとこの青い太いラインとこの細い青いラインですね、ここがシールになっております。ギルガメッシュの場合、やっぱりこの金色の色がバシッと決まっている、まあ、それだけで十分な気がしますよね。ほんとかっこいいですよね。私スマホの方ではこのギルガメッシュじゃなくって、あの魔導書か何かを持っているギルガメッシュは持っているんですよね。まあ、こっちの方がどちらかというとギルガメッシュらしいので、まあ、無課金でやってるとちびちび溜まったやつでしかガチャ引けないですけども、まあ、いつかこっちのギルガメッシュピックアップされてほしいななんて思っております。プチリッツフェイトグランドオーダーアーチャーギルガメッシュはこんな感じでした。というわけで今回はプチリッツフェイトグランドオーダーアーチャーギルガメッシュご紹介させていただきました。でこの金色の鎧がきっちり再現されてバシッと決まっているっていうのが、まあ、ギルガメッシュらしくてかっこよくてよかったですね。まあ、可動についても上半身については十分でしたし、工具も含めて立たせてみるとかなりかっこいいんじゃないでしょうか。カラーリングの再現につきましても、腕とか足のところのカラーリング再現のシールはなかったんですけども、まあ、胸部とか腰回り、手持ちの武器、こういったところは細かいところまでシールできちんと再現されてて、すぐ見だけでも全然いけるんじゃないでしょうか。まあ、今回なんとなくごまかしたかったので腕とか足、カラーリングの再現のシールがなかったところはグレーの方で墨入れしましたけども、あと鎧の段差のところとかですね。まあ、そこだけですけども、このパッケージにより近づけたんじゃないかなと。ただキットの作成難易度は低いので、どなたでも作ることができると思います。フェイトグランドオーダーをプレイされている方、ギルガメッシュがお好きな方、店頭やネットで見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。